仕事は終わりで、まあ、まあそうかというだけでまあちょっとホッとしたぐらいですかね二坂知事は2006年に就任し4期16年を務め新型コロナの対応では感染拡大を初期の段階で食い止める対策和歌山モデルなどを打ち出しました一方肝煎りで進めてきた IR の誘致をめぐっては国への計画の提出直前に県議会で否決されるなど 土壇場で頓挫しました IR が通ってたら5期目っていうのがあったのかなっていう全然関係ないそれは関係ない <laughs> あった方が良かったかと思うけどねそして午後3時和歌山県ブラーボー 職員に向けて別れの挨拶を済ませた仁坂知事はおよそ500人の職員らに見送られながら県庁を後にしました。